ここは俺のペットロックに任せろ。行け、ヘクトール。バジルを見つけ出せ。ポケモンみたいだな。あいつ動けんのか？ヘクトール。俺石だから動けねえぞ、お前。あ、並んでんだ。かわいい。見て、このホットドッグ犬。ホットドッグドッグ。ホットドッグドッグ。それがバッグ。皆さんこんばんは。ヤッチと申します。今日は大盛り続きをやってまいりたいと思います。ではね、早速始めてまいりましょう。今回はね、今度こそ、バジルのね、家で、あ、じゃあ、違うわ。全然違う。ちょっと待って。前回はね、バジルくんがね、いなくなってしまったので、バジルくんを探しに、またもやね、あの、可愛い靴のお家に行って確認するところで終わりました。というわけでね、早速行ってみましょう。そうだ、なんか、畑がいっぱい続いてたね。あ、なんか枯れてない？一つだけ。水お前あげてなかったんじゃないのか？ここのお花、もう枯れ始めてる。バジルくんが帰ってくるまで頑張ってお世話してあげなきゃ。じゃあちょっと水やるか。はい。あ、元気だった。嬉しい。なんか自責解除。他大丈夫かな？なんか他はもうわからない。花の数、全部一緒か。向きが違うだけだね。かわいいね。こういうのもなんか意味あんのかな？これは2種類の花かな？なさそう。こっちはないね。異常なし。これはちょっとわからない。サボテンか？サボテンみたいだな。大丈夫。異常なし。行きましょう。そうだ、ここセーブ、あ、お菓子いただきましょう。フルーツだ。はい。ちょっと元気だ。セーブもしとこう。豆にセーブしよう。セーブ。はい。行ってみよう。ちょっと怖いね。何が待ってるんだろう。ついたね。入ってみようか。あれ？あいつ日記に書いてあったやつじゃん。一番最後の。別に変わったところはなさそうだな。バジルが何も言わずにどっか行ったのかな。それはちょっと、バジル君らしくないよ。こういうのはしっかりしてるし、私たちを気遣ってくれてると思うけど。やっぱり、心配だな。私たちで何かできないの？見つからなかったら、どうしよう。もし、危険な目に遭ってたら。落ち着いて、大振り。俺も心配だけど、これ以上考えても仕方がない。森を探して回ろう。散歩してるうちに迷ったのかもしれない。そうだよ。元気出せ。一緒にバジルを見つけようぜ。は、そうだね。よし。諦めるのはまだ早い。広々森でバジル君を探しに行こう。これ何？穴は。何？怖いね。なんもないわ。穴ぐらいしかねえわ。じゃあちょっと行ってみるか。広々森。なんか、確かに、十字路になってたもんね。違う道に行けばいいのかな？ちょっと戻ろうか。畑を通んないといけないかな。すごい広い敷地を取り扱ってるんですね。この森も厳格なのかな。あったあった。はるばる駅。バジルの家。風車森。あれ？どこよかってたっけ？森って言ってた気がするけど。こっち行ってみるか。駅の方行ってみる？
あ、出た出た。広々森だ。行きたかったのは。バスト、フォレスト。バストは、なんか広大なって意味ですね。かわいい。風車あるから、風車駅なのか。スイカもあるぞ。広いのか。あ、インコみたいなのもいる。あいつが案内してくれないのかな。バジルー。バジルくん、どこにいるの？そうだ。ここは俺のペットロックに任せろ。行け、ヘクトール。バジルを見つけ出せ。ポケモンみたいだな。あいつ動けんのか？ヘクトール。俺石だから動けねえぞ、お前。頑張ってくれてありがとうな、相棒。優しいの、お前。お前何もしなかったぞ、あいつ。怒ってる。ケール君、ふざけてる場合じゃないわよ。なんだと？ヘクトールだって一生懸命探してくれたんだぞ。二人とも、もうよせ。ふざけてる場合、やっぱりふざけてんな。ふざけてる場合じゃないぞ。ふざけてたわ。おじさんなの。か。はるばる駅は左上か。か。か。もろう端は左か。か。わかった。とりあえずなんか行けばいいのかな？わかんないけど。行ける場所が。うわーん。敵かな？うさぎかな？ちょっと戦いたい気もするけど、ちょっと他の道も見てみよう。スイカもしかしてお化け？お、起きた。起きたと。まきびし、あ、アイテムが入ってんのか。アイテムボックスみたいな。宝箱みたいのが、スイカなのかな。こっちもなかった？ブレスレット。たびたび手に入れるが。何のことかちょっとわからない。あいつは敵だな。確かな。こいつはまだ戦ったことないんじゃない？あ、いけない。あ、スイカあってこ？読みジャム。すげえなんか、食べたらあっちの世界に行っちまいそうなジャムだな。チェリーソーダ。それは普通にうまそうだ。チョコレート。さあ！戻ってた。どうやらあいつにはあいつの味とかあるわ。バナナスムージー。お前このためにおさぎ、オモリとお友達はどうする？戦う。あ、スキル。観察。誰に使う？森のウサちゃん？攻撃。攻撃するか一応。みんな。観察すると何が起こるんだ？森のウサちゃんがガジガジして可愛い。なんかわかんないけどパスした。お、お。すげえじゃねえか、お前。なに、観察したら別に何か起こるわけじゃないの。よくわかんなかった。あ、でもあとちょっとで殺せそう。じゃあみんなで攻撃だ。あ、なんか死にかかってる、よく見たら。ほぼ屈しない。屈しないぞ。死にかかってる、でも。あ、勝ったぞ。だが、おもりが、あと1しかね。はい。なんだろう、俺がなんか全部吹き受けちゃったのかな。ちょっと回復できます？待って。三つ葉のクローバー。これだけかな？次あったらさすがに死ぬんじゃないの？でもあそこのスイカも気になるよね。食べようかな。食べるとかない？ポケットに何も入ってない。装備。あ、ボタン間違えた。違うな。おやつ。キャンディ。使う。あー、キャンディで結構回復できる。おー、助かった。オッケー。キャンディもっと買っとけばよかったな。ないか。あいつがいて、奥のスイカは？あ、来たよー！はっ！じゃあ！
豆腐だ。豆腐を手に入れた。戦った方がいいのか、戦わない方がいいのか分かんないね。チアもないのかな。わあわあわあ戦わない。わあ来ちゃうんだ。戻ってた。戦うしかないのか、ここは。あ、いけた、いけた。なんかこれ、ボス戦大丈夫？硬い球根。中で何かがもがいてるのが聞こえる。誰か捕まってんじゃないのか。バジル君？バジル君じゃない？装備。間違えた。ナイフ。ダメだ。あ、使えるなんか。あ、ちょっとアップする。防御力。これ持ってるか、一応な。お前すぐやられちまうかな。これは？これも？あ、なんか一個だけできんだ。幸運。まあ、これしか持ってないから。ダメみたいだな。これは？ボール、ヘクトール。ヘクトールだけちょっと外したいけど。あ、実は喋れるけど恥ずかしがり屋さん。いい友達。喋れんだ、こいつ。それは驚きだわ。まあ、いや。今何もできなさそうだから。ダメだね。いけない。この中に入ってそうだけど何もできない。あ、なんもないかも。ダメか。あ、二人もいるよ。戦おう。戦おうか。やられるか、お前。お、やっつけたよな。オモリだけがどんどんやられていく。あいつ、無限か。無限は木か。こいつら。え、いた？木？木？なに？逃げる。木？なに木って、あ、木だ！透明な木だ。なんだあの木は。ないな。戻ってみよう。なんか必要なのかな、もしかして。これは？何かの駅なのか？今は使えないようだ。ダメだ。これは？風車守り。かあかあ、もうろう橋。へへへ。もう一度が、だって、ザー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 つっかかっちゃう。とりあえず通過を上げていこう。タンポポ。逃げよう。逃げ続けよう。わーお、いっぱいいるよ。すごい、無理やり行ってる。お、なんか行けた。あのさ、バジルってこの森にいないんじゃん。でもまだ森を全部探したわけじゃないでしょ？諦めるにはまだ早いよ。元気を出して、大栗。見つけるまでは探すの諦めないよ。本当に見つからなかったら、まずは遊び場でマリと合流して、どうするか相談しよう。ああ。おー、モーロ橋？待って、間違えた。B。ハング。まあ、関係ない B だけど、いいのかな？穴が開いたる。ブラッキーは全部で10個。そうか、なんか、ブラックキーも集めろとか言ってたよね。嫌だわ、ちょっとこっち見てみましょう。広っ。長っ。あ、綺麗だ、このピンクのやつ。はは、待って待って待って。あ、タコの足みたいなの？敵？これなんだろうね。あ、これが風車。トレインステーション。見てて。駅に来たよ。こちらからお並びください。あ、並んでんだ。かわいい。見て、このホットドッグ犬。ホットドッグドッグ。ホットドッグ、ドッグ。それが、バッグ。
ホットドッグ、ドッグだよ。可愛いんだよ。ポテト、すぐ起きるよ。でもやっぱり、あと、やつかな。この蜂めちゃくちゃめんどくさいのよ。喋ってるだけで気が狂いそうだわ。寒くなるからジャケットを着ていきなさいって、お母ちゃんに言われたんだけどよ。はぁ、暑い。でも脱ぎたくね。だって脱いだ時、脱いだら持たなきゃいけないし。まあ確かに、それわかる。この蜂頭おかしい。ど、う、も、は、じ、め、ま、し、て、ぼ、く、は、なになに。つづり鉢と言います。ブーンブーン。あい、ばばばばとおっしゃったよ。はい。危ねえ。あいつから離れられないところ。お前敵じゃないんだろうな。うぎゃー、助けてー。不細工の植物野郎だ。ねえ、もぐら。なんだって失礼なやつだな。あ、かわいいな。私は不細工な植物野郎なのではない。私は前もからとても聡明で器用な種族だぞ。あなたの言う植物野郎はおそらく迷子のナヤモグラのことだろう。ナヤモグラは迷子になると暴走しやすく、急に攻撃的になることがあるからな。そうなんだ。やばい、俺、どうしたんだっけみたいな。はて、そういえば。ここで、あ、やばいぞ、お前。何？もしかして私、迷子になってしまったのか？うぐ、急に気分が悪く。なんでやの、お前。ピキー！やんの？やんのね？もう。スキル。あ、なんか、あったね。しょんぼりは、なんかに強いみたいな。ガード。最初今年行ったのでダメージを軽減する。必ずクリティカル。刺す！刺す。オーブリはどうする？スキル。スキルでいろいろやっていくか。応援する。ニコニコ状態する。さ、コストみたいなのがかかるのか。コストってなんだろう。最初に行動する。一旦の間、ダメージを軽減する。ガードね。うん、わからない。やめとこう。攻撃しよう、普通に。こいつのスキルは？イラつかせる。イライラ状態する。ガード。受ける。ちょっと待って。忘れちゃったね。攻撃しよう。お料理。ハート、お友達の一人、あ、すごいじゃん。ハートを75回復する。このスキルはバトル外でも使えるよ。ガード。マッサージ。感情状態を取り除く。なるほど。じゃあ、とりあえず攻撃で。怖っ。やっつけたみたいな。大森くんだけがボロボロである。ちょっと空いたのかな。長い！道長いよ。なんかやってるんだ。ねえ。他の人たちは？ハチと。なんかライブか、あ、マジックショー。流れない音楽家、ギブス。やあみんな、僕は流れない音楽家、ギブスだよ。昔は流し音楽家をやってたんだけど、しばらくやってないんだ。よければ、おあさりくれないかな。動けないから他の方法で稼げないし、とても助かるよ。アサリをくれたらいいものをお届けしよう。はい。ありがとう。ではお礼に、僕の故郷の曲を聴かせてあげよう。かわいい。なんか動物の森みたいだな。癒される。浄化する。いいわーわー。ほめー。イエーイ！かわいい。終わっちゃったのかな。結局いい曲だと思った。いい曲。スイカ、ポップコーン手入れた。すげえな、スイカの中にポップコーンって。ダービル、うわ、またトラブっちまった。はあ、なんでいつも俺ばっかり。およ、前あんまり詮索するなよ。付き合う人は慎重に選べ。経験者の忠告だ。
ね、こりゃ柑橘。私は電車はあまり好きじゃないんだよね。でも音楽がいいからついつい来ちゃうんだ。なんだこれ。リーフィー、僕がこの世で一番嫌いなものは何だと思う？ウサちゃんだよ。そう、ウサちゃん大嫌いなんだよ。もしも一つだけ願いが叶うなら、世界中のウサちゃんを一匹残らず駆逐してほしいと願うよ。ほう、あんたはかなりウサちゃんを倒してるようだね。そうなんだよ。僕は誰でも一目見れば、今までウサちゃんを何匹倒してきたかわかるんだよ。それくらいウサちゃんが嫌いってことだ。なんならさ、取引しようよ。ウサちゃんを5匹以上倒したら、僕に報告しに来てよ。いい報酬を用意してあるからさ。さあ、ウサちゃんを一匹残らず駆逐するんだ。なるほどね。ブレット、向かっている先に大事な取引があるんだ。それが終わったら別の大事な取引をするんだ。ポチ、ここの空気めっちゃ美味しい。清潔感あふれる匂いだ。ペットかな。話したけど。ゲッペ、ブレイキーはすごいネガティブで落ち込みやすいんだけど、話を聞いてあげたら大抵すぐに元気になるのよ。だからいつも私が話を聞いてあげてるの。こいつか。ここの人たちはみんな個性的で面白いんだ。僕はどうすればみんなみたいに個性的で面白くなれるかな。こいつには話しかけられないんだね。ウサちゃん殺さないといけないのか。今一匹だけやっつけたかな。この長い人たちを見るのめんどくさいの。やっほい。レモンジャッシュ。自分は心優しいジャッシュだと思ってるけど、こんな自分でも許せないのは、列に割り込む野郎だ。割り込むのかな、あえて。前のやつ早くしろよ。こっちは急いでんだよ。お前か。やっほい。お前だな。レモネードが入ってる紙コップ。やっほい。盛り込めばいいの、ここに。最後にこの電車が走ってるところを見たのは何年前じゃろう。今や目的地も全く違うからの。だそうだ。とりあえず、ウサちゃんやっつけて何をもらえるか見てみる。ね、いたもんね。あ、セカル。ウサちゃんと戦おう。こいつ、しょんぼりしてんのかな。とりあえず刺しとく。とりあえず刺しとくってやばいね。スキル。しょんぼりが強いのは、イラつかせる。イライラしてる人が強かったから、あれじゃない？おもりをイラつかせる。こいつは普通に攻撃しよう。いいんじゃない？いや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 。イライラしそう。あ、イライラしちゃったよ。おもり怒ってる。あいつも怒るんだな。あんまスキル使えないのか、さすが。刺したかったね。おー、やっつけたね。オッケー。ウサちゃん全員殺したんじゃない？ね。ちょっと戻して。ウサちゃんのところに、ウサちゃん殺したよーって。ウサちゃんっていう人。ウサちゃん、めっちゃ怖がってたじゃん。あいつに報告してやろう。殺したぞー。あん、ウサアンチ仲間じゃないか。その目を見ればわかるよ。ウサちゃんを5匹殺したんだね。素晴らしい。まだウサちゃんを倒してくれたんだね。これでウサちゃん駆逐数が5匹になったよ。ありがとう、ウサアンチ仲間よ。コットンボールを手に入れた。さあ、ウサちゃんを1匹残らず駆逐するんだ。20匹ね。わかった。とりあえずウサギ発見したら殺していけばいいってこと？待って、なんかボールもらったよ。装備できんじゃない？ケル君あたりが装備できそう。あ、違うんだ。あ、これ？あ、これはなんかできるよ。ヘクトール。ヘクトールごめんな。
こいつは？あれ、何もないじゃん。ヘクトール持たせる、こいつに。待って、ヘクトール意味ない。持ってる意味ねえ。武器は何もないんだな。あ、ていうかみんなも武器が見れるんだね、これね。今気づいた。これがナイフでしょ？オムニクナイフ。オーブリちゃん、ぬいぐるみ。お前どうやって攻撃するんだよ、ぬいぐるみで。これの遊びで殴ってんだな。ケル君は？ゴムボール。あー、ボールでやってそうな感じしたよね。バレーボールかと思ったね。で、ヒロ君は？フライ返し。なるほどね。OK。行きましょう。とりあえずなんか武器をもらえる感じなのかな。怪しいのはあのつぼみだけど。切るっていうのがなかったね。わー。あ、なにこれ。私は、賢者の石。アサリと引き換えに、いいアドバイスをしてあげよう。どんなアドバイスをしてほしいんだ。いいアドバイス。まあまあのアドバイス。悪いアドバイス。アドバイス聞かない。いいアドバイス。了解。では、これを教えてあげよう。明日の自分に感謝されるようなことをしよう。役に立ったら、これ幸い。うん。そうか。わかった。ありがとうな。ちなみに、全部見てみるか。どんなアドバイスくれるか。まあまあのアドバイス、ジワサリ。了解。では、これを教えてあげよう。地球と月の距離はおおよそ384,400km。役員立ったら、これ幸い。うん。そうか。あ、じゃあちょっと一応、悪いアドバイス。了解。では、これを教えてあげよう。人生がうまくいかないときは、はるばる前で、レモネードスタンドを作って、レモネードを買う客に定期券をおまけとして配ればいい。もうこっちの方がいい情報じゃねえか。役に立ったら、これ幸い。ありがとな。なんかわかんないけど、レモネード屋さん作ればいいってこと？まずいぞ、お前。なあ、自分から向かっちゃった。間違えた。とりあえず逃げよう。はい、逃げましょう。あ、逃げたら一応逃げれるんだね。さっきの迷路みたいなとこ行ってみる？体力やばいかな。キャンディー舐めとく？おやつ。キャンディー。使う。僕とケル君に。オッケー。ちょっと上探検してみるか。迷宮に足を踏み入れてみよう。わあ。わあ。なんか誰かいる。ええー。消えた。あら、迷宮かと思ったら何もなかった。これだけだ。ない。いけない。戻るか。何もなかったね。赤い足跡。なんかありそう。切ってこいつよ、怖いから。え、怖い、なんだろう。待って、回復しといた方がいい？とりあえずいいか。あー、なんか地図があるみたいな言ってたね。このはしごかなり長いね。まあまあ長いな。でも切り株の東にある橋がもっと長いぜ。あれなら宇宙一直線だからな。大森くんは確か高いところが怖いんだよね。大丈夫だよ。上は探さなくてもいいから。上はいいんだ。なんだろうね、高いところから落ちたとか嫌な記憶があるのかな。とりあえず、こっちじゃないみたいな。やっぱりあのつぼみが一番怪しいな。ね。
あぶねあぶね。あ、あ、なんかあった。なんかこれ。木にタイヤのブランコがぶら下がっている。え、なんかあるわけじゃないんだ。怖い。怖い思い出かな。なんもないな。戻るか。まあ、いいや、ちょっと行ってみよう。これこれ。これなんかできるわけじゃないのか？装備。できるわけじゃないんだ。ないね、わからない。わからないことがあった。まあ、一日かかってくるから、ちょっと、帰ろう。一回お家に帰ろう。あ、戻ってきちゃった、勝手に。調子はちょっとまあまあですね。バジル君は見つかった？いや。マリ。まだ、全然見つからないよ。そっか。それは残念。もっと手伝えたらいいんだけど。マリも頑張ってくれれるから、いいよ。でも、やっぱり森の外も探してみた方がいいかもしれないな。じゃあさ、あのすげえ長いはしごに登ってみようぜ。ほら、切り株の東にあるあれ。ダメだよ。おもり君は高いのが怖いんだよ。でもバジルがそこにいるかもしんないんだぜ。探せる場所は全部探さないとダメだろ。それは、そうだけど。おもり、我が弟よ。君は日々強く成長してるんだから、大丈夫。はしごなんて平気平気。ほら、おもり、ちゃんと向き合うんだよ。最初はみんな不安だけど、俺たちがついてるし、応援してるから、きっとできるよ。ただのはしごだろ。大したことねえよ。何も怖くねえから。大丈夫かな？おもりくん、できると思う？はい。わかった。おもりくんが大丈夫なら。もし、本当に怖くなったら、私がフォローしてあげるからね。ありがとう、森。勇気あるね。しゃあ！行こうぜ！行こうぜ！切り株の東のはしごに行こうぜ！またね、マリちゃん。じゃあね、気をつけて。あと、大森。君は自分が思ってるより強いんだよ。自分を信じて。ありがとうな。キャンディくれ。はい。全開なのか、こいつが。ありがとう。はぁ、マジで生き返ったよ。セーブしよう。なんか進んでない。まあ、いいや。ちょっと進めとこう。オッケー。変えたりするんだっけ、なんか。食べるだけ？話しかければ変えたりする？お友達と一緒にピクニックしようか。はい。かわいい。デイジーだろ？ネブだろ？で、ハッピー、マヨハナ、いや、あれはデイジーか？ケル、何してるの？別に、みんなの名前覚えようと思って。まだみんなの名前覚えてないの？ひどい。悪かったよ。楽しきゃいいと思って。だってみんな楽しくやってるだろ？楽しく遊べたら名前なんて二の次だろ。気にしなくていいよ、ブリーちゃん。ヒロ君も全然人の名前覚えられないんだもん。多分遺伝だわ。ヒロ、最近努力してるから。そんなの簡単だっていう人もいるけど、俺みたいに努力しないとできない人だっていいんだよ。
みんなオモリみたいな記憶力を持ってるわけじゃないから。かわいい。遺伝？兄弟なのか？もしかして。ねえ、そうじゃないと遺伝って言わないよな。待って。買い物しようか。キャンディーこれ。お金やるから。頼む。買う。キャンディー。マックスいくつ？お金がある分だけか。20個くらい買っとくか。はい。オッケー。売ったりできんだね。売る。一番高いのは？読みジャム。セミロ、トーストになったお友達を一人蘇生させた。あ、そうなんだ。なるほどね。タンポポ。落ち着いた気持ちになる。感情を、状態を取り除く。エネミーいたら感情状態を取る。ああ、なるほどね。だったらこれを売った方がいいんじゃないのか？どうなんだろう。売るのってあんまり良くない？怖いね。持ってようか。お金に困ってないしな。怒ってる。ごめんな。この赤いやつは行く場所なのかな？なんだっけこれ。あー！ここに繋がってんだっけ。なるほどね。東。あ、この赤いのは行く場所なのかもしんねえな。ね、あ、ここに行くんじゃない？おもり、怖くなったら、マリの言葉を思い出せ。君は自分が思ってるより強いんだ。大丈夫。私たちがついてるからね。そうそう。もし落ちたりしたら、しっかり受け止めてやるぜ。ケル。驚かせないで。おもりくんは落ちないから。絶対だよ。怖い。あ、だからの階段も苦手だったんだ。階段とはしごって、まあ登るからね。とりあえず高いところが苦手なのかな。怖いの？大丈夫よ。高いところが怖くなくなった。よかったな、お前。もう余裕だぜ。すげえ、宇宙まで届くみたいなこと言ってたよな。このはしご、なんで今まで登ったことがなかったんだっけ？理由があったはずなんだけど。喉のこの辺まで出かかってるんだけどな。ま、仕方ない。当たって砕けろだな。大丈夫？死ぬの？高すぎて落ちたら死ぬみたいな。確かに、こんな高いところちょっと無理かも。怖くない？目、地球、星、惑星、衛星。ま、待って、ちょっと待って。あれ、どこ行ったんだ？あ、さっきまで持ってたのに？どうしたんだ？はっ！ごめん！ペトロックのヘクトルがいなくなったね。さっきまでポケットに入ってたのに。ごめんな。大丈夫だよ、お前。ヘクトール、あれ、大丈夫。違うの。違う人が持ってんの。ヘクトール。ごめんな。違うよ、ヘクトールあるよ。家族なんだよ。心配するな。ヒロクが持ってるから。ヒロク持ってるから。待ってろ、ヘクトール。絶対に見つけてやるからな。約束だ。待って。本当に落としちゃった設定なのかな、それか。ヒロクに持たしたけど。あ、なくなってる！あ、じゃあ普通に落とした設定だ。俺がちょっと装備変えたからかと思ったね。ん？何これ？大丈夫？うわー、すごい。骨。上に登ってたのになんだか。地下みたいになっちゃった。すごいことになってるよ。わあ、一番乗り。
可愛い。宇宙みたいな感じかな。大丈夫か、お前。落ちなくてよかったな。もうパジャマできちゃったしね。あ、なんか、喘息持ちなのかな。はしごだ。長い。終わらないんじゃないかと。待ってね。ちょっと、息を整えるから。待ってね。あと1分ぐらい。お前体弱いのよ。ごめんな、連れ出しちゃって。大丈夫もう。ピヨー、おばさんださっきまでおじさんだったぞ。異世界キャンプ場。異世界だったか。水草野原。キャンプ場行きたいけど、先に野原行こう。何の前は敵か？あれりー。ドーナツこの辺に置いてたぞ。お前地面に置いたやつ食べちゃダメだぞ。なくしちまったのか？どっかでドーナツ、キャンプ場でドーナツもしかして、もらってあげれば通してくれるのかな？かわいい異世界。Other world. Another world じゃないね。Other. 恐竜さんもいる。かわいい、いろいろ。クジャクのなんか羽抜いたやつみたいなのいる。あ、ありがとう、キャンプ。キャンプあると安心するな。はい。とりあえずじゃあ、セーブするか。セーブしてちょっと落ち着かせよ。宇宙食、はい。大丈夫、お腹痛くなんない。あ、いつも通り、いつも通りだった。セーブしとこ。下までセーブしちゃったわ。戻る？とりあえず、はい。はい、ではね、このキャンプ場の探索はまた次回にしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回もお楽しみに。またねー。